おめでとうございます。おめでとうございます。ねえ、やりました大谷翔平選手。やったね。はい、まあ、ちょっと追い上げられた時は、はい、まあ、本数はあったから大丈夫だと思ってたけど、やっぱ確定するまでな。いや、そうヒヤヒヤしますよ。いやいや、そんな、はい、ホームラン王ア・リーグのなりました。いや、もう歴史に刻んだよな。あの、日本人として初の。だって10勝してホームラン王でしょ。 そんな人いないでしょ。いまだいません。いや、これからも出てくるかどうかわからんよな。そうです、そうです。いや、そのぐらいの快挙だと思うんだけど。そうですよね、うん、44で。これはまあ日本人もそうですし、アジア人のメジャーリーガーとしてもホームランを取るのは初めてということで。まあ、ヨーロッパも含めてな。そうですね、ヨーロッパも世界中で一人だよ。ですよね、なあ、これはすごい。まあ、何がすごいかっていうとさ、ドライブラインってこうあるんだよ、こうバッティングの、はい、あれにこうはめていくというね。だからホームランを量産できるという、はい、今年ソフトバンクの近藤がドライブラインっていうのをこう取り入れてんだよね、多分、まあ、それでホームランが多くなってるっていうんだけど、やっぱバッティングの主流がこういう風なバッティングに変わってきてるな。もうそうですね、世界がそういう風になっていってるんですね。ただこれはね、気をつけなきゃいけないのが、パワーヒッターだったらそれもありだけど、ナイスやったらポップフライばっかりだよ。あの、ポップばっかなんですよ、ね、そうそうそう、まあ、いろんなラインがあるんだけど、まあ、いろんなラインっていうか、いろんなバッティングがあるんだけどもね、まあ、大谷はこう、やっぱこう自分をはめていったよね、それにね。そうですよね。まあ、去年もまあホームラン量産していて、去年はあの取れなくてホームランを、はいはい、今年シーズン、まあ、出だしから見ていて、豊さん、どんなまず印象だったですか、大谷選手。いや、一番まず心配したのはやっぱ WBC があったじゃん、はい、で WBC でも二刀流の大活躍だったじゃない、うん、その疲労っていうのはどうなんだろうなっていう、結果的にこっちに出たのかもわからないけども、はい、まあ、だけど鍛錬というかさ、やっぱ練習量っていうのは相当なものがあるんだと思うよ。これはやっぱりこう人に真似できないって言ってたけども、ダルビッシュがね、はい、対談の時にやっぱ大谷の影の努力を見てると、うん、やっぱだから我々は驚くかもわからないけども、でもダルビッシュはその裏の大谷を見てるから当然だと、はい、なんで最多勝が取れなかったのって思ってるぐらい、まだなんかこう伸びしろというか余力があるというかさ、いや、すごいな。やっぱ練習ってやっぱ、まあ、嘘つかないって、そんな言葉嫌いなんだけど俺、うん、嘘つく、嘘ばっかりつかれるからさ裏切られる、裏切られるよね。いや、だけどやっぱ大谷っていうのは理にかなった、はい、自分に合ったものを取り、うん、自分に合ったトレーニングをやっぱしっかり積み上げてんだろうなって思うね。これやっぱ素質だけではやっぱ取れないもんですよね、うん、やっぱこう何をやってきたかっていうね、うん、裏付けがないと、はい、うん、だからただ単にすごいすごいって言ってるけども、やっぱ裏を見てみたいな、大谷がどれだけやってるかさ。いや、あの1日密着でも1週間密着でもどういうふうに彼がそのコンディションを整えていってるのかっていうのは気になりますよね。いや、これは気になるよ、うんうん、で何を食べてるかとかもね、はい、だから、まあ、人に恵まれ、人より恵まれた体も持ち、まあ、身体能力も持ち、だからといってホームラン王は取れないからね、うん、タイトルっていうのは、はい、いや、だからその裏付けっていうのがどれだけすごいものなのかっていうのは、まあ、当然見てみたいよね。そうですよね、うん、で特に今年エンゼルスは途中まで、まあ、7月まではこれ進出できるんじゃないかというふうに言われていて、うん、で特にその裏付けであったのが6月7月の、まあ、大谷選手のホームランの量産というのも挙げられたと思うんですけれども、はい、まあ、夏場というか、まあ、でもそこにね持っていったっていうのはやっぱ大谷の力がねなかったらそこまでいかないと思うんだけど、はい、いかんせん一人じゃな。いや、そうですよ、一人じゃどうにも、一人じゃどうにもならないけども、はい、まあ、でも一人でもあそこまで持ってったっていうのは素敵なことだしな。そうですよね、うん、だけどやっぱダメだろうなと思ってたけど、うん、それはなぜかというとやっぱピッチャーもいないし、トラウト怪我したしみたいな、はい、やっぱ主力があれだけ怪我するとやっぱワイルドカードとかね、はい、まあ、そういうことにはならないと思うけども、
でも大谷のインパクトっていうのはすごいな、全米でも。いやすごいですよね。なだってあので途中からやっぱりフォアボールの数、うん、あの申告敬遠の数が多かった。その度にやっぱ球場が相手チームからもブーイングが来るぐらい、やっぱり相手チームのファンも見たいっていう。いやそれは見たいよな、うん、で大谷がもう出ないって決まってからの観客動員っていうのは激減だからな。まあそうやっぱそうなっちゃいますよね。いやいや、まあだけどいろんなボールに 対応していかなきゃいけないんだけどもさ、やっぱこのタイミングの取り方だとかそういうのも工夫してるし、いろんなボールに対しての対応力っていうのも年々やっぱ素晴らしくなってきてるしな。だからまだまだ成長するんじゃないかなっていう、まあ本当に60本打てるんじゃないかなって。来年まあまあ手術明けになりますけれども、いやもうあの投手マウンドには上がらないから来年はね、はい、だから野手にもうびっちり専念できるわけだから、だから60本という可能性は絶対あるよね。夢の60本ですね。夢なのかなと思うよ。大谷はリアルに大谷選手だったらいける数字、いや俺はいけるというふうには思うけどね、うん、だからそうだな、60本超えの首位打者違反で通るよ今日もちょっとで十何勝、あまあ来年はできないですけど、だからトリプルスリーはやりそうな感じがするよ。40-40可能性がある、可能性はある、うん、まあ、4割はちょっと打てないと思うけど、はい、トリプル4 40盗塁いやいやだから来年の成績といえば3割、はい、60本、はい、まあ40本でもいいや、まあまあね、40本100打点の40盗塁なんかこれはなんかクリアしてきそうな俺は気がするけどね。まあ、来年はもう一歩に専念できるので打者としては、だから、まあ、あの守備陣もつかないだろうしね、はい、やっぱ肘の関係で、だから、まあ、DH に専念っていう風になってくると、まあ、体力的にもものすごく温存できるしさ、はい、ピッチャーもやらないしね、で、まあ、そうなってくるとやっぱとてつもない数字を叩き出してくるかなっていうような、うん、ピッチャーやりながら2盗塁やりながら20盗塁してるからね、ちょっとありえないですよ、ふざけんなっちゅう感じだよね。だって今年ダブルヘッダーで午前の試合で投げて午後の試合ホームランっていう、いやあれも無理してたなちょっとな、体的にはそうだったのかもですね。いやだけど DH でダブルヘッダーって言ったら楽勝にいけると思うよ、はい、いやすごい、いやそのぐらいの体力が有り余ってやると思うよ来シーズンは、うん、いやだからもう隙が、相手が隙ができれば、うん、盗塁も考えて、うん、もう走るだろうしな、はい、走らせても速いからな、めちゃめちゃ速いですもんね、うん、でやっぱり飛距離でもトップ3には入ってるでしょ、うんうん、飛距離もすごいですもんね、すごいよな、はい、だからもう本当になんかさ日本人でさ、いやあのホームランの打ち損ねがヒットだよっていいやついるんだよ、はい、いやいやいや大谷見てごらんって大谷こそそうやって言えるかもわかんないけど、うん、君たちはまだ早いよみたいな、まあ、そんな感じだよね。しますよね。いや本当に飛距離もなんか年々伸びてるのかなっていう感じもしますし、打球 の当たったインパクトの速さ、うん、もうものすごいスピード、いやいやすごいよ、ね、だってあの俺あの動画のさ大谷の動画何本か撮ってるけども、その中で一人だけリトリリーグの球場でやってるみたいだっていう表現したことあるけどもさ、まさしくなんかいやいや球場狭いよっていうような感覚だもんね。そうなっちゃいますね。なるよな。だからやっぱもう本当によく規格外って言うけども、やっぱ大谷って宇宙人だな。やっぱり宇宙人だ。宇宙人がすごいのかどうかは分からないけども、ちょっと異星人みたいな感じがするよな、うん、いや本当にそう思います。なあ、あのルックスとかいいあのポスター貼ってるだけで癒しになるとかさ、いや本当そうですよ。なんかそんな感じをするそんな感じを受けるよ ね、 なんかね、はい、この動画でもねやりましたもん、もう癒しのポスター本当になあ本当になんかこうスーパーマンというかさ、もう日がないですね。もうちっちゃいお子さんからお年寄りまで、うん、なんか大谷のファンって
パンツは広いしな、広いです、それを虜にしていくっていうのはさ、やっぱ計り知れない魅力があるんだろうな。そうですよね。で普通怪我して手術したら残りのシーズンってなかなかまたベンチに戻ってくるってあんまりいないと思うんですけど、うん、最後まで試合またね手術から戻ってきてベンチで声出してなんか人柄というか、まあ、人柄もそうなんだろうけども、やっぱ営業的にも大谷がいるのといないのじゃやっぱそれはやっぱちょっと違うんじゃないの、うん、大谷選手が怪我明けでベンチに戻ってきた時にファンがすごかったらしいですね。もういやすごい、でもそうか営業的な、もうは、まあ、もちろんあるかもわからないけど、うん、やっぱそういう気持ちが嬉しいよね、うん、やっぱり野球から気持ちは話してないというさ、はい、やっぱこう怪我して怪我に専念するって、うん、怪我に専念するって言ってもさ、なんかこう空気感でこう野球の試合だとか接してないとなんか疎外感があるんだよね、うん、だからやっぱ大谷っていうのはやっぱこう野球から離れたくないという、はい、本当に野球小僧なんだよね。そうですね、すみません小僧って言ってもしまう、いやいやいや野球小僧いい意味ですからね、野球小僧っていうのは、いやいや、いい意味だけどね、まあだけど本当にあのなんか取ってあやったなってマジかみたいな感じじゃなくて、うん、なんか当然のようにもうやっぱり、ね、やっぱりすごいんだよやっぱりすごいです、ね、すごいよな、うん、まあでも来シーズンでもそこですよ、ね、もうなんか気持ちが焦っちゃってるよね、はい、俺の来シーズン打者に専念した時にどんな数字を叩き出すのか、はい、またそれも楽しみにしたいよね、したいですし、まあ、来シーズンねやっぱり今シーズンのオフにまずはそのどこに行くのかっていうところの挙手がまた注目されるとは思うんですけれども、まあ、そうだな、はい、エンゼルスに残るのかで、もうすでにドジャースがあのラブコールを送ってるっていうのがもう出てたので、うん、そりゃそうですよ、はい、さあどこに行くのかでいくらになるのかね、そうなんですね、夢の金額を叩き出すという、ね、そうですよ、いやそれもねまた楽しみにしたいなと思います、まあ、ひとまずは ね、まあ、ねホームランを、いやおめでとうございます、おめでとうございます、本当に、はい、ゆっくりね、うん、体調整えて、はい、またあのリハビリもね、はい、始まるだろうから、うん、あの頑張ってやってください、そうですね、はい、はい